パルコ株式会社パルコはファッションビル、パルコ、パルコを展開する日本の企業。パルコ以外の商業施設も展開している J フロントリテイリングの連結子会社である。陶器場の本店は東京都豊島区南池袋一丁目に本社事務所は渋谷区上泉町に所在する。国内外でファッションビル、パルコを18店舗。 建て替え休業中1店舗を含むゼロゲートを9店舗展開している。他に、パルコ劇場、シネクイント、クラブクアッドロ、東京 FM 渋谷スペインザカスタジオ、ラジオドライブプラスなどの劇場や、ライブハウス、ラジオ番組、パルコ出版など、文化、ソフト事業も幅広く手がけてきた。かつて、堤見聖が率いた、西部百貨店を中核としたセゾングループの一角を、 なしたが、パルコについては直接関与せず、全面的に、マスダ通詞に託し自由を与えた経緯から、独特の個性が出来上がった。セゾン系本流とは別にパルコ独自の劇場や、出版社を持ち、広告手法も異なった。パルコは、若年層、西部百貨店は、中高年層を、主な顧客ターゲットにして、 住み分けがなさているが、西部百貨店がない地域にある一部のパルコでは、ターゲット層をやや上の年齢層まで広げている。2011年以降、パルコとは別業態のゼロゲート、ゼロゲートという中低層商業ビルの展開を進めている。パルコ発祥の店、旧国鉄、池袋駅の駅ビル開発を目的に設立された池袋ステーションビルが前進。 当初はホテルをクテナントとする予定だったが、途中で方針を転換。京都の百貨店丸物、後の近鉄百貨店から出資を受け入れ、1957年、昭和32年、東京丸物の店名でオープンした。1969年、昭和44年、業績低迷を理由に丸物が撤退し、長野健次の仲介で、 西武百貨店の資本参加を仰ぐことになった。同年、池袋の東京丸物の跡地にファッションビルパルコ1号店が開店した。なお、丸物参加から西武百貨店の参加になった百貨店として豊橋丸物、西武百貨店の参加に入った後豊橋西武、豊橋市にあった。があり、2003年、平成15年まで営業していた。 現在は建て替えられ、ココラフロントとなっている。セゾングループの解体後は、モリトラストグループが、筆頭株主となり、旧セゾングループでは、クレディセゾンが、主要株主となった。また同社は、子会社で、洋楽に強く文化人らに定評があった、CD 書、運営会社のウェーブを、タワーレコードに、売却、さらに洋書や、思想書に定評があり、 文化戦略の一翼を担った個性派書店チェーンのリブロを日本出版販売株式会社に売却するなど各事業から撤退している。森トラスと資本参加後はリニューアルを強化、売り場のテーマ性を明確にし収益性は高まりつつある。2005年より中期経営を可燃計画を推進し、主に政霊指定都市への連続出展を展開した。その第一弾として、 2007年、平成19年3月15日に、新規出店としては10年ぶりとなる、静岡パルコを、岡市の西部百貨店静岡店跡に開店した。同年10月10日には、埼玉市に、浦和パルコ。2008年、平成20年8月23日には、東北地方の拠点都市である、仙台市に、仙台パルコを開店した。2010年、 平成22年3月19日には、九州地方の拠点都市である、福岡市天神の岩田屋旧本館跡にも、福岡パルコをオープンさせた。2010年からの中期経営計画では、景品、景半身の未出店エリアへの出店、地域特性に応じた、既存店舗の業態特化、アジアを中心とした海外進出などが挙げられている。 当時の大株主だった森トラストではパルコへの出資比率を50%弱まで引き上げたい考えがあり2010年1月にはパルコに対して第三者割当増資による出資比率引上げを打診したもののパルコ経営陣はこれを拒否それどころか2010年8月には日本政策投資銀行との資本提携を発表し転換社債の発行により同社が パルコの事実上の第二株主になった潜在株式の18.71%を所有。このため森トラストはこの提携に反対の意向を示した。2011年2月にはイオンがパルコの発行済み株式の12.31%を取得したことを発表した。イオンではパルコとの協力により都市型ショッピングセンターや海外展開の強化を進めたいとの意向を示し、 モリトラストも、イオンが現在表明している内容に特に異論はない、として、イオンとの提携に前向きな姿勢を示したことから、その後協議を進め3月17日には、経営陣の刷新や、ホーラスビブレ取ったイオン側の既存施設のパルコへの遺憾等を含む、具体的な提携案を提出したものの、パルコ側はこれを拒否した。しかし、経営陣の刷新について、モリトラストが、 イオン案に同意することを表明するなど、両者合計で約45%の株式を保有するイオン・モリトラスト側の提案が成立する可能性が高まったため、同年4月20日に、モリトラストイオンとパルコとの間で社長の更迭を含む合意書が締結され、イオンとの業務提携に向けた検討を行うこととなった。ただその後具体的な提携交渉は進まず、状況は 膠着状態となった。2012年2月24日、森トラストが保有するパルコ株全てを J フロントリテイリングが取得する方針が発表され、3月23日に取得し、筆頭株主となった。さらに7月5日に J フロントリテイリングによる株式公開買い付け、TOB と資本業務提携を発表、8月21日には TOB が成立し、 j フロントが株式の65%を保有する親会社となった。なお既存のオ株主については、日本政策投資銀行が TOB に応じ株式の大半を売却したのに、対し、イオンは TOB に応じず、2018年8月現在も株式を保有している。j フロント傘下の大丸、松坂屋等の百貨店とパルコの協業も進んでいる。すでに、 j フロント t 3回り前から2007年開業の浦和パルコ内に大丸がテナント食品フロアとして入居していたが2017年7月31日に退店した3回り後はまず2013年夏より名古屋パルコ及び隣接している松坂屋名古屋店でクリアランスセールのコラボレーションやホームページの相互リンクを凍っているまた2017年秋に 新宗をオープンした松坂屋上野店の新南館には、パルコの大人向け業態、パルコ屋、パルコ屋が、キーテナントとして入居しており、協業が本格化してきている。パルコが当格を表すのは、東京、渋谷への進出からだと言われる。1960年代以降、セゾン系は拠点を渋谷に求めた。だが、東京と区部における、当時の代表的な繁華街といえば、新宿や 銀座であり、異質な文化を求める若者は、六本木に集まった。渋谷は坂に囲まれた、複雑な地形にあり、当時としては、商業集積地に適さないと予想され、渋谷進出を危惧する声は根強かった。そうした予測に反し、パルコは、若者カルチャーやアートとクロスオーバーさせた斬新な展開で挑み、それは、大きな反響を呼ぶことになる。 また、セゾングループ時代の斬新なテレビ広告はしばしば話題になった。その一つに、ニューヨークのハドソン川を内田祐也がスーツで泳ぐ CM があったあ。尾崎豊、竹内真理也、中島美雪、ビーズ、山下達郎ら、数多くのミュージシャンの歌詞にも使われている渋谷公園通りはパルコの店舗に面しており、その名称はパルコがイタリア語で公園を意味していることや、 代々木公園に通じていることに由来する。東京、渋谷にある坂の愛称、パルコなど、かつてのセゾングループの極めて計画的なイメージ戦略のもと、1975年、昭和50年に命名された。ダイハツ工業と提携し、1988年、昭和63年に、ミラの特別使用車が発売され、その後、1995年、 平成7年には、オプティ、2001年、平成13年には、ムーブ、アーフに、パルコ仕様グレードが設定された。また、過去にはパルコ全店舗で、大発車の展示会を行っていた。しかし、2002年、平成14年には、セゾングループの経営再建とムーブのフルモデル陳時に、伴い提携解消。パルコオルガン坂大賞、パルコオルガン坂大賞とは、 1980年代に行われた公募音楽コンテストである。後にプロとして活躍する幾組かのミュージシャンを輩出した。オルガン坂とは渋谷にあるパルコ店舗、パルコパート1パート3が並ぶ坂の通称である。近隣の井の頭通り、東急ハンズ渋谷店前の交差点から坂を上り、パート1前の交差点までを指す。 由来には周辺に音楽関連の店が多かったためと、東急ハンズの階段がオルガンの鍵盤のように見えるためという二説がある。パルコ出版の雑誌、ビックリハウス市場では1982年11月号で第一回オルガン坂作詞大賞が発表されている。1984年には第二回オルガン坂大賞が開催されている。 1985年3月20日に行われた第3回オルガン坂大賞の発表コンサートはパルコパート1にあるパルコ劇場にて行われた。この時の審査員の一人には立川直樹、応募者には後にザブタックを結成するキラ智彦がいた。キラは自主制作アルバムアフターザマターで応募し、このアルバムが 多重録音作品であったため演奏をどうするか悩んだ結果当日後にザブタックメンバーとなる上野陽子と口パクによる歌唱の合間にオリジナル曲オハイオ殺人事件の世界を表現した演劇風のパフォーマンスを行ったというキラはグランプリや2位の受賞は逃したが後日審査員の立川に声をかけられ東芝 e m i からザブタックとしてメジャーデビューした 松井博士は、高校生時に同省に応募し、その際の審査員には、坂本隆一、大貫太子、菊池武雄がいた。松井は2位となり、その後、パルコ音楽出版預かりの作曲、編曲家として、CM 音楽を手掛けたのを経て、路の道を歩んだ。その他の著名な出身者には、帝都は中村ゆり子、23歳児に応募し、作詞作曲部門で、 受賞がいる。パルコが独自に展開する水着の反則活動。2003年、平成15年より、休止期間を挟み毎年水着キャンペーンガールを1名、選びポスターモデルに起用している。中でも渋谷パルコの外壁には、巨大看板が掲げられている。一般に、水着キャンペーンガールは、新人モデルから選ばれるが、当キャンペーンガールはすでに芸能界でキャリアを積んだ。 タレントが主に選ばれる傾向にある。記載順は公式サイトの店舗一覧に基づく。都市型店舗、コミュニティ型店舗というのは、現役店舗の分類であり、過去、店舗分類は何度も変更されたため、過去の店舗についてはこの店舗分類を適用せずに、記す。多数のテナントで構成する、大型ビルのパルコ業態とは異なり、都心部一等地に限定した。 中低層商業施設を単独または少数のテナントで構成するファッションビル形態。なお、都市型店舗及びコミュニティ型店舗の店舗分類はパルコ業態にのみ適用され、ゼロゲート業態には適用されない。閉鎖した店舗は背景が灰色。親会社 J フロントリテイリングとの会計基準統一等の目的で2018年2月期。 2017年度、決算より、従来の日本会計基準から、国際財務報告基準、IFRS に変更した。これにより、従来の日本会計基準では、テナント、入居する、専門店の売上総額を中心とした、売上高としていたのを、国際財務報告基準、IFRS では、テナントから徴収する、営業料を中心とした、営収益に変更された。 より実質的な収入が売上指標となったことで次の2点が解消されることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。